まあ、そういうシャープさはないんですけれども、やっぱり1年1年ねやっぱり基本の部分が力をつけてきてますね、はい、去年に比べたらやっぱりもうなんて言うんですかね、大人になったっていうのはちょっと違いますけれ ど、やっぱり一回り大きくなった、はい、そういう感じですね。さあ、これは素晴らしいと思います。どうか、おお、あ、素晴らしいですね。いや、今羽生もそして阿部コーチ、あー、抱き合いました。 147.35、 これはもう、いや、すごい点数が出ました。トータル 216.10、 もちろんトップ。やっぱり素晴らしかったですね。日本としては高橋大輔、織田信成、小塚崇彦に次ぐ優勝が見えてきました。素晴らしい得点です。これは後に滑る選手には相当なプレッシャーになりますね。